西鉄グループ西鉄バス、大阪西鉄観光バス参考、大阪バスに譲渡された旧大阪西鉄観光バスの車両の例大阪西鉄観光バス株式会社は、かつて存在していた西日本鉄道系列の貸切バス事業者である。1960年10月28日、東洋観光バスとして設立。1966年1月10日に西鉄に買収され、 同年8月4日に、大阪西鉄観光バスと解消した。本社を、大阪府大阪市平野区平野西6丁目5番34号に置き、大阪府内を営業エリアとしていた。解散時点での資本金は9000万円。大阪西鉄観光バス西鉄グループの主たる営業区域である九州から外れた大阪府内が営業エリアであること。 規制緩和による貸切観光バス業界の競争激化による単価の引き下げに伴って経営改善が難しいと判断され、西鉄グループのリストラの一環として撤退が決定し、2001年11月30日に会社解散、営業券及び車両を京都府を営業エリアとする貸切観光バス会社である前田観光自動車の系列会社として設立された。 大阪バス株式会社に売却された。その際、本社、社交、大阪府東大阪市に移転したため、何わナンバーから大阪ナンバーに変更された。ありがとうございます。